はい、どうもちさんです。絶対絶命都市4プラス続きやっていきたいと思いますが、これ逆にかなえあ、なんだ、あの子連れてこなくてよかったね。絶対隠れゲーだろう。違うかな。よいしょ。なんで穴あるところに隠すかね。右行けそうだな。クリアリングをですね、なんかあるあそこ、ちょっと動きが鈍いですけど我慢してくださいね。お、あ、なんでこんなとこにテープ台があるんだろう。ロープ切ろう。よっしゃ、やろうが。私はこんなところから開くかな。開いた。あれあれ、あの助けるっていう選択肢がないんだが、もう見過ごす。ちょっと待って、あの長身の男の人と話題だけでも主要人物でしょ。この主人公一体何を考えているんだ。もう分かんないよ。もうしかも地震関係ないってなっちゃったよね、これも完全にね。しゃがんでいた方がいいかな。コード類が入った。あ、これ持っていけんの。え、ないな。何に使うの。ダイナマイト入ってる。そうだよね、次元起爆装置のものがあればいいんだけど。張り紙、お、回路を用意してコードを使って時計とつないで組み立てる。なるほど、回路とコードと時計ね。回路とコードと時計。コードは手に入ったけど、待ってよ、回路とコードとだけ登れない。向こうには何もなかったか。いや、カンパ出ていいのかな。いや、ちょっと待ってね、時計って私持ってないんだわね。下げだね。よし、ちょっと、あ、おいとか言っちゃダメ。もうこの子たちはもう完全に、あ、もう使えない子ちゃんになっちゃったわけね。私がなんとかするしかない。よいしょ。まったくもう、ってこと？テープ台は別に使えないもんね。なんもないよね。ちょっとじゃあ登ってみましょう。で、コードのとこもいっぺん調べてみる？もしかしたら上にね、あるかもしれないから。もう喉カラッカラなのに頑張るな、この女性。お、なんか入ってんぞ。お、回路。基板1枚持っていって、あと時計。お、なんだこれ。双葉ほのかコンパス。よいしょ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 。あ、怖っ。音が一気に。なんだ？お、目覚ましだけ。え、これで。やべ、なんかいる。これで、お、オッケー。そんで、どうしよう。このまま上に行くと、多分行くとダメだから、どっかに仕掛けてからか。よし、みんなにも行くわよみたいなこと言っていかんと
よいしょ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 。いやーよく作り込まれてるね。あー待って待って、セットする前に人たち見殺しになっちゃうんだけど。あれ？この人も何も言わないもんね。いや、まあ、じゃあ行くしかないのかな。もう、なんなんだろうね。地震本当に関係なくなっちゃって。まあセットしてみましょう。セット。え？アッコーポイント300も手に入れちゃった。あ、嘘。最後の最後にめっちゃ悪いことしたじゃん私。ザワザワしてんじゃん。あ、みんなも逃げてる。どうやって逃げたんだ。よし、まあ行こう。もう悪い人間になってしまったな私。でもなんかこうね、普段やってるゲームがドカンドカン言わせてるゲームだからいいんじゃないでしょうか。行くぞ行くぞ行くぞ。あ、いいねいいね、行くぞ行くぞ。こっちじゃねえじゃん。どこだ。あ、狭いな。あは、ここじゃない感じ。これ扉開かないですね。なんだ、どこだどこだどこだ。こっちか。違うね。違うな。どこだ。あれ、まさか道を間違ったのではあるもんな。あれ待って、どっから来てて。ちょっと、あ、ここはここここ。すげえ。あ、もうこの音怖いからやめて。 SE だとしても怖いからやめて。こっちか。おいおい、誰だよあんな悪いことしたやつは。どういう状況なんですか。バレた。さすがにこれは無理だと手を挙げ、最後の景色を目に焼き付けるために周囲を見ます。気持ちを落ち着けるために目をつぶる。死んだふりをしてやり過ごとをする。悔いがないようにカナエに好きだったことを告白する。一か八か 指を拳銃の形にして奴らを撃ってみる。完全にワンピース気持ちを落ち着けよう、目をつぶる。お、一体誰が。お、やっぱ持ってんじゃねえかよ。手を挙げろ。もしかして警官。何を、一人で俺たちに勝てると思ってるのか。強すぎる。エイムクソ強いじゃん。あ、特殊部隊みたいなの来てる。警察官だったんだ。おとなしくしろ、お前たちは包囲されている。なるほどね。私たちが乗せられた船は震災の混乱に乗じて被災した人々を外国に売り飛ばそうとする組織のものだったらしい。とんでもねえこと考えたなおい。警察は以前から目星をつけてマークしていたという。潜入調査ってやつですねきっとね。
警察の話では間もなくここに本当の救助ヘリが来るとのこと。あ、ヘリコプターが来たわ。次の方。かなえ、一人でも元気で生きるんだぞ。あんなやつ忘れて。どうしたの？え、なんだ？なんだ、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。私はこの一週間、自分の身の回りで起きたこと、出会った人々のことを思い出していた。そして改めて考えた。どうするべきか、どうしたいのかを。でも私、かなえは確かにこれで大丈夫なんですけど、どうしても先生を失ったあの3人の学生と、あとあの子弥生ちゃんが気になりますね。なので町に戻って出会った人たちと一緒に生きていきたいを選びます。町に戻って出会った人たちと一緒に生きていきたいと思うの。あ、ここでじゃあエンドロールになるんだ。はい。ということで、絶対絶命都市関ということで、乗っていきますね。バイバイかなえ。あれ、かなえ、お前も残るのかよ。一緒に行く？すごいね、ギターに腕貫通してるんですけど。ちょっとお話し続けないと。はい、ということで、初めてしたその絶対絶命とシリーズなんですけど、意外に何も考えずにできるゲームかなとも思うんですね、ゲーム性的に。けどやっぱりその地震で被災して、そのモブとかは全然多分うわーって言ってるだけなんだけど、その中でも絶対的にこう困ってる人をこうピックアップして、キャラクター性を持たせてるゲームだなってすごい感じましたね。その学生が、学校から出て、でそれをで揺れてるって言いながらも、どこ行けばいいかわからない状況と、それを見つけに来た先生で、先生も先生でもう被災してっていうか、その街がぐちゃぐちゃになってるから、どうしたら、どこを探せばっていう状況と、あと会社か、デストラの会社ですね、が経営破綻、悪い方向に行ってしまったと。あれも多分やり方次第では多分上昇するのかな、株はちょっと分かんないんですけど。で、あとは誰がいたっけ、キヨさんか、家族ですね。お嫁さんも
お嫁さんが自分本位じゃなければいいんだけどね。おばあちゃん寝かせて、あなたたちが寝る場所がないじゃないとかだったらまだわかるけど、まあそういう人もいるでしょうね。はい。で、秋代さんは、病院、学校かに、はい、行けるようになって、でダニーも、ダニーもなんか悪くなってな、なんか意外と今悪い方向になってるような気がするな、あんま救えてない気がするな。はい、もしかしたら、救える未来が選択肢以下ではあるのかもしれないなところで、エンディングが確か 3個あるって書いてあるのかな、多分私が仕入れた情報によると多分3つほどあるらしいんですけど、1つはこのもう一つは多分副都市の千歳沖縄、千歳船橋じゃねえよ、千歳副都市だっけの方に行った市役所が避難所になってるよって言った方と、あともう一つは何だろうね、国葬なのかな、分かんないですね、この方に行ってもらうで、そうだな、その間にも多分ストーリー勉強になるのがたくさんあって、やり込み要素も多いっすね、そうなると。で、地味に服とバッグとあとコンパスがいろいろあるっていうのも結構楽しめるんじゃないかなと思います。で、そうだね、資料の方とかもめっちゃいっぱいあって、それもその多分ランダムなのかな、あれ出てきたり出てこなかったりする部分もあるので、それを集めながら、でそれも集めたらね、読んだら実際使える身になるしね。終わっちゃったはい、なので、はい、とても良いゲームでした。これあれかな、最初に戻るのかな。私はもう一度考えることにした。お、もう一度考えることにした。もし巨大地震にあったら、しかも初めて訪れた町で巨大地震にあったとしたら、私は、おお、びっくりした。私は、これは人と助け合ってお互い生き延びるようにするだろう。人と助け合ってお互いが生き延びようとするはずだ。実際ね、最後のかなえちゃんもそうでしたもんね。残る選択を取りましたからね。お、クリアデータ保存が出ましたね。はい、ということで、じゃあ今回はこちらで終わりにしたいと思います。そうだね、おまけとして、またその資料も読みたいですし、あとあれ、もう一つのルートの方もやりたいと思ってますので、またそちらもよければ見てください。一旦はじゃあこちらで絶対絶命都市4プラスサマーメモリーズ終わりということで、ご視聴ありがとうございました。ちいさんでした。はい、ということで、じゃあこのディスアスターマニュアル、やっていきたいと思います。あんまりないね、意外となかったね。検索、あ、そうなのね。リュック、多分読んだと思うけど、災害時に両手を開けておくことは避難時の必須事項である。そのためにリュックを背負うのが有効である。不安定な瓦礫の中を歩くときにバランスが取れ、背中を落下物から守る効果もある。防災リュックはポケットが多いと様々なグッズを整理して持ち歩くことができる。またリュックの機能として生地の防火性能、防水性能、太い肩紐があるといい。なおリュック内の物資の入れ方は重いものを上に入れると歩きやすい。このあれでは、何でもかんでも入ってたけどねはい、懐中電灯。懐中電灯は明かりを確保するための定番防災グッズである。豆電球の懐中電灯よりも LED のものの方が明るく、電気の持ちが、電池の保ちが良い。
ヘッドを外すとランタンにもなる災害用懐中電灯もある。予備の電池を忘れずに。また懐中電灯の明かりで生き埋めや救助要請など自分の存在を外部へ示すことができる。上空から察知しやすい点滅ライトが有効である。実感実感するですね。スマートフォンのライト機能もあるが、スマートフォンのバッテリーが消耗するのであまりおすすめしない。防水懐中電灯もおすすめである。まあ、スマートフォンもね、私やってましたよ。チャリンコの電、あれライトがなくなって、携帯を持って、まあ、片手運転みたいになっちゃうけど、携帯持ってハンドル握って漕いでた。怖かった。はい、災害時の注意点ですね。これは、大地震が発生すると建物や道路、橋など街が一瞬にして破壊され、目の前の風景が一変してしまう。揺れによるショックも合わせて自分がいる場所がどこなのかも瞬間的に分からなくなることもある。災害時に地図があると避難場所の位置や避難する方向などを確認することができる。スマートフォンやカーナビに搭載されている GPS 機能は最高の地図情報になる。小さなコンパスをキーホルダーにつけていつも身につけておくと方位を知ることができる。これね、思うんすけど、やっぱりね、地図読めない人も多いし、やっぱスマホのね、地図が一番馴染みやすいかなと思いますね。私も最初コンパス分かんなかったからね、南って言ってるのに全然違う方向行ってたりしてたからね。はい、放置車両の利用方法。災害後、路上に乗り捨てられている車は原則触れることは禁止であるが、緊急時に限って利用する方法がある。ドアの鍵が開いている場合、怪我人や病人を緊急的に収容したり、車内にある緊急用品やシートカバーを手当に使用させてもらう。エンジンをかけライトを点灯させて明かりとして使用させてもらうなどだが、あくまでも緊急避難的な使用に限る。人のもの勝手に使うのも違法ですからね。犯罪になりますので。まあでも、緊急的には大丈夫だよって感じですね。はい、救助を呼ぶ。生き埋めになった場合には体力温存が勝負になる。大きな声で救助を呼ぶと体力を消耗していくので物を叩いて音を発信する。または少ない息で大きな息を音を発するレスキュー用の笛を常に身につけておくことも必要である。携帯電話、スマートフォンが発信する微弱電波を探索するレスキュー部隊が来ることもあるので、携帯電話、スマートフォンは待ち受け状態にしておく。そしてペットボトルの水や雨水などの飲料水があれば少しずつ口に含んで救助を待つことが重要である。まあ、生き埋めになっちゃって生きてたらね、それ助けない、助けてもらうまで生きてないとダメですからね。物を叩いて音を発信ってすごいね。でも手でこうペッチンペッチン叩いてても、まあまあ、あんまり聞こえないからな。でもスマートフォンとかで微弱電波を探知するなんか機械があるんですね。はい、人の捜索方法。生き埋め現場などで人を捜索する場合、大きな声で呼びかけることになるが、要救助者が声を出せない場合を踏まえ、何でもいいから物を叩いて音を出すように呼びかけることが重要である。また多くの人が同時に大声で声かけをすると返答の声や音を聞き逃すので、順番に間隔を空けて声かけし、他の人は救助を求める声や音を聞き取る役割を担う必要がある。そして瓦礫の中に人の気配がある場合、むやみに瓦礫の撤去を行うとさらに崩れることがあるので、材木で柱を入れるなどして 再崩落を食い止める処置を行ってから救出を行う必要がある。カナエの時私何も考えずテコの原理使って無理やり引きずり出したんだね、じゃあ。はい、だそうですよ。道路の地割れ。大地震発生時の道路は地割れが発生したり大きな段差が出てきたりする。また液状化現象の発生でも道路上には広範囲に多数の地割れが現れる。これらの地割れや段差が発生すると車の走行が困難になる。無理に走行すれば地割れにタイヤがはまって身動きできなくなるのでやめた方がいい。まあ鉄則ですね。緊急時に車は使わないと。重病患者の対応。重病患者や足の怪我によって自立歩行ができない患者を移動させるには車椅子やストレッチャーがあればそれを使用するが、災害時であれば戸板に乗せる、毛布にくるんで運ぶ、リアカーを使うなどで移動させる。まあ動かしちゃいけないからね、あんまり。エレベーター閉じ込め。地震時の停電などによって停止したエレベーターに閉じ込められたら体力温存に努める。まずしゃがみ、大声を出して救助を求めるよりドアを叩く。同乗者と順番に携帯電話、スマートフォンを明かりにする。
エレベーターのドアは内側からは開かない。脱出口もないので無理に脱出をせずに外部からの救助を根気よく待つ。脱出口ないんだね。ま、今そっか、上開くってないもんね。あの映画とかでよくねあるじゃないですか、上開くやつ、あのミッションインポッシブルみたいなないもんねあれ。液状化現象。液状化現象とは、地震によって砂と水が地下から噴き出すことによって道路上が泥塊になったり、無数のひび割れが路面上に発生したり、地中に埋まっているマンホールなどが地上に飛び出したりする現象である。またその後に路面陥没する場合もある。はい、これゲーム上でもありましたね。上写真載ってますけど、むやみに動かない。地震の揺れが発生中はむやみに動かない。それでも今いる場所が危険な時や危険が迫ってきた時だけ動くようにする。これはね、はい、ゲーム上でも頑張りました。四角をしてさってしゃがんで、でこう上からガシャーンってきてわーってなっちゃったんですけどはい、まあ普通だったらしゃがむのも立ち上がるのも瞬時にできるので、はい、周りをよく見て危ないと思ったら走って逃げるぐらいの感じで無理かな、瞬発力追いつかないよ。はい、火のそばから離れる。地震発生中でも火傷の危険性があるため火元からは離れましょう。かつては揺れたら火を消すと言われていましたが、多くの家庭や職場には震度5程度の地震でガスを自動で遮断するマイコンメーターが取り付けてある。過去非対応の地域もあるため自分の地域の状況をガス会社に確認しておいた方が良い。なおマイコンメーターで自動的に遮断された場合には各自で復旧できるので事前に調べておくこと。あー、そうですね、今もうね機械で勝手に自動でガチャってこう消してくれたりするもんね。電気もね消してくれたりもするので、はい、いいよね。お金かかっちゃうけどね、緊急地震速報とは、緊急地震速報とは地震が発生した時に各地へ揺れが到達する時間と予測震度を事前に知らせるもの。気象庁が発表する緊急地震速報には緊急地震速報（警報）と緊急地震速報（予報）の2種類がある。テレビや携帯電話、スマートフォンから伝える緊急地震速報は警報である。あの一時テレビで予報のやつありましたね、あのテストありましたね。はい、あれ結構なんかわっちゃわちゃ言われてたけどね、びっくりするじゃんみたいなまあまあまあ、でもね、そんな世界、まあ、日本規模かの予行練習ってもうなかなかないからね文句言う人もいるでしょう最大震度5以上の揺れが予測された時に強い揺れが予測される地域に警告される。テレビやラジオ、携帯電話、スマートフォンはこれを受けて放送する。一回ね、そのうちの病院で緊急地震速報が予行練習か、それこそ鳴ったんですよ、携帯が。で携帯電話ってみんな誰しも持ってるじゃないですか、おばあちゃんおじいちゃんでも。で一応事務員とか先生とか多分持ってないのかな、ピッチだから持ってなくても、そういう機械のとこにいない人たちはみんな持ってるんですよ、わりかし。それが一気になってすっごいとなって、待合室ってこう一応こう締め切りになってるんですけど、すんごい響いてなんか逆に大パニックになって違う怪我に出るんじゃないぐらい大きい音が鳴ったことがありました、はい予報。緊急地震速報が予報は対象地域、震度、そしてマグニチュードを任意に決めて配信事業者から発信サービスを受ける、はい。緊急地震速報屋内の場合、屋内にいるときに緊急地震速報が発表されたときは近くに机やテーブルがあればその下に潜って家具の足をしっかりと握る。何もない場合はとにかく頭を守る。停電になる可能性もあるので情報収集のできる携帯電話、スマートフォンやラジオが手元にあると役立つ。また近くにドアがあればドアを開けて緊急経路を確保する。事前に安全な場所を避難空間に定めておき、とっさの時はそこに避難するのも一つの方法である。高層階は揺れが大きくなり物が散乱する危険性が高まる。そのため廊下やエレベーターホールまで行ける場合はそちらの方が比較的安全である。ただしエレベーターで逃げるのは絶対にしてはならない。はい、そうですね、高くなればなるほどやっぱりこう揺れるんで、ジェンガみたいにね揺れるんで、上の方は危ないよと。屋外の場合、
屋外で緊急地震速報が発表された時は落下物の心配がない場所を見つけしゃがんで頭を守る。人の多い場所では個人の携帯電話スマートフォンから緊急地震速報の受信音が鳴ることが予想されるが、落ち着いて対応することが大事である。そうだね、落下物の心配がない場所ってまあ難しいんじゃないかな。電柱とかも倒れてくるからね。わりかし、まあ、公園、それこそ水田公園みたいな公園とかいいと思います。電車内、まあ運転士に制動指示が伝えられ急ブレーキにより停止する。そのため急停車のアナウンスが流れたら吊り革や手すりなどにしっかりと捕まることが大事である。吊り革って有効なんですかね。揺れるじゃんね。手すりに捕まってしゃがむのが一番いいのかな。初期消火を行う。地震は建物の倒壊や損壊による被害だけでなく火災による被害も多大なものとなる。家の中で煙が上がっていればすぐに消火しなければならない。消防庁では初期消火について、揺れを感じたとき、揺れが収まったとき、出火直後の3回のチャンスがあると指導している。しかし炎が目線より高い場合は素人では初期消火できないので、その場を急いで離れ消火は消防に任せる。おお、これは知らなかったな。火が目線より高い場合は素人では初期し、どういうこと？炎の出てるところがってことかかな。ビルの上とかだったらできないもんねってことかな。それとも炎の高さが、わかんないな。多分目線より高い場合ってそういうことだよね。はい、まあ、逃げると、その時は逃げてくださいと。地震発生直後の状態。大規模な災害に見舞われた直後、都市はその姿を一変させてしまう。建物の倒壊や地割れになどによる外見的な変化だけではなく、電気、電話、水道、ガス、交通といったライフラインの断絶も起きる。これまで当たり前に存在した便利さが消え、都市機能が麻痺してしまうのである。エレベーター、エスカレーター動かず、トイレも使用不能。必要なものを変えず、移動手段は徒歩に限定されてしまうということである。そうだね。余震。大規模な地震ではその直後から一般的な余震が繰り返される。本震の規模が大きいほど一般的な余震も長く続き、その規模も大きくなる。一般的な余震は必ず来ると考えて行動する必要がある。一般的な余震によって本震でダメージを受けた建物が倒壊する、ガラスや瓦礫が降ってくるなどの可能性もある。移動の際はバッグ、雑誌など 手近なもので落下物から頭部を守ることが大切である。頭上に何かを掲げて頭部を保護する場合は、落下してくるガラスで手首の動脈を傷つける恐れがあるため、必ず手首を内側へ向けるように心がけるということ。こんな感じ？あ、見えねえわはい、確かに余震でゲームでもガシャンって倒れてましたね。はい、余震に。鉄筋コンクリート作りの建物では地震後の柱の状態を見ることで、専門知識のない素人でも建物の安全性を測れる。柱に深い斜めの亀裂、 X 字の亀裂が入る先端破壊という状態になっていると、コンクリートだけでなく内部の鉄筋にまでダメージが及んでいる可能性がある。そうした柱はもう建物を支える力を失っており、倒壊の危険があるので速やかに避難するべきである。火災倒壊の危険がなければ、地震直後は外へ出るより鉄筋コンクリートの建物の中の方が安全である。地震では割れた窓ガラスなどの落下物が頭上から降り注ぎ、建物が高いほど落下物は広範囲に散らばり、高層ビルの乱立する大都市では周囲一面に散乱するからである。割とゲーム内の建物全部 X 字の亀裂入ってたけどね。怖いあれ。津波、これ1ねえわ。津波から避難するときは一刻を争うため、避難のための十分な用意がなかったり貴重品を持ち出せなかったりという場合もあるかもしれない。しかしもう収まっただろうと勝手な判断をすることは危険である。津波は繰り返し襲ってくる。そして第一波が最大とは限らない。浅瀬や陸地にぶつかった第1波に背後から来た第2波、第3波が乗り上げて階段状に津波が大きくなることもある。地形によっても波の状態は大きく変わり、河川や下水道を、なんていうんだこれ、字が潰れてるな、意外なところまで遡ってくるっていう字かなこれ、浸水する可能性もある。また押し寄せてきた時だけではなく、引いていく時にも被害をもたらす可能性があり、非常に危険であるですね。津波で被害だいぶ被った地震もありましたね。はい、
なんかあのこうバーンってこう強く当たって、来た時に強く当たって引き上げる時に全部こう巻き込んで帰っていくっていう話を、はい、聞きました。火災の被害は地震発生の時間帯や風速によって変化するが、非常に大きな被害が想定されている。内閣府の中央防災会議による東京湾北部地震の被害想定では、最大被害が予想される夕方18時、風速15メートルの状況での死者数は約4700人、揺れによる被害と比べると2倍にも膨れ上がっている。建物内で火災に遭遇すると煙で視界が効かなくなり、避難経路を見失う可能性がある。壁や店舗などに沿って移動して非常口を見つける。煙に有害物質が含まれている可能性があるため、火だけではなく煙に対しても警戒が必要である。今年の火災では有害物質が含まれる煙による被害が深刻である。まあ燃えてはいけないものが燃えてとかですね、多分ね。有害物質怖いね、東京怖いね。放射能、東日本大震災では福島第一原子力発電所からの放射性物質漏れによる、放射能汚染が発生した。放射性物質は目に見えない塵である。花粉のようなものと考えると分かりやすい。放射性物質から出る放射能にさらされることを被曝といい、外部被曝と内部被曝の2種類がある。洋服や体の外側に放射性物質が付着することを外部被曝という。外部被曝の対策は付着した放射性物質を叩いて落とすことである。またビニールなどの表面がツルツルした放射性物質がつきづらい衣服を着用することである。雨の日は傘をさして雨に濡れないようにすることも大切である。内部被曝とは放射性物質を吸い込むなど何らかの理由で体内に取り込まれた時に起こる。体内に入った放射性物質は特定の組織に結合することで体内に存在し続け、このため局所的に被曝量が大きくなる。放射線の被害症例として一番多いものは甲状腺がん。へえ。内部被曝の対策はマスクやゴーグルなどを着用し、放射性物質を吸い込まないようにすることである。特にマスクは新型インフルエンザと同様、より密度の高いものでなければ効果はない。おー、ありますね。あの被曝って手帳もあるぐらいだからね。はい、あの体内存在し続けてちょっとね、後遺症が残るので保険が効くと。保険っていうのかな、あれ分かんないけど、あの何かしらの援助が出るというね。はい、情報把握と安全確保。重要なのは怪我の有無や有無かな、いや、現在地、火災や落下物、建物の倒壊など自分の置かれた状況を把握することである。地震直後に置かれた状況によってその後の行動は大きく変わってくる。次の行動を起こす前に自分たちの服装にも気を配ることが大事である。特に女性のファッションには危険なものがたくさんある。ミニスカートとかね主人公めっちゃ短いキロットスカート入って、キロットじゃねえわ、なんだっけあれ、あのあれあれ、サロペットだ、履いてたけどねあれ本当はダメなのねヒールとか持ってるのかだからね。はい、状況把握と安全確保。もし家具の下敷きになるなど自力で脱出できない状況で周囲に人がいなければ、外からの救助の手を待つしかない。ただ自分の居場所を知らせるために大きな声を出して人を呼ぼうとすると体力を消耗するので避けた方がいい。体力のみが命綱なので、手が動かせるようなら何かを叩いて音で知らせること。逆に家具の下敷きになっている人を見つけた場合は、重い家具を無理に持ち上げなくてもいいのかもしれない。家具の構造が表は固くなな作りになっているが、裏は比較的薄い板だけなので簡単に壊せる場合があるです。エレベーターを使えない。地震直後、おそらくエレベーターは使えなくなっているが、もし動いたとしても避難用として使うのは非常に危険である。フロアを移動する際にはエレベーターではなく必ず階段を使う。